ヤーコップ・ミヒャイル・ライン・ホルト・レンツ。ヤーコップ・ミヒャイル・ライン・ホルト・レンツ。ヤーコップ・マイケル・ライン・ホルト・レンツ。1751年1月23日。ユリウス歴1月12日から1792年6月4日。ユリウス歴5月2日は、シュトゥルム・ウント・ドラング運動に関わった、バルト・ドイツ人著作家、詩人、劇作家。レンツは、リボニアのゼスベーゲン。 ゲンラトビアのチェースバイネに、キリスト教経験主義の牧師ダーフヒトレンツ、1720年から1798年の息子として生まれた。1760年、レンツ9歳の時、家族はドルパートに移った。15歳で最初の死を発表。1768年から1770年まで、最初はドルパートで、続いて、ケーニヒソベルクで進学を学んだ。 ケーニヒスベルクでは、イマヌエル・カントの講義に出席し、ジャンイコール・ジャックルソーを読むことを勧められた。それから次第に、文学への興味が増し、進学の勉強はおろそかになっていった。1769年に、上司、大ランド・プラガンを出版。音楽も学び、おそらく、ウクライナ人、ビルト・オソリュート奏者、ティモフェイ・ベロングラツキーと、ケニヒスベルクに行ってからはその弟子をハンフリードリヒ。 ライヒャルトの指導を受けた。1771年、レンツは、ケーニヒスベルクでの弁学を放棄した。父親の意志に逆らって、レンツは、クーラント出身の男爵で、主官候補生として、軍歴をスタートさせようとしていたフリードリヒ・ゲオル・フォン・クライスト及びエルンスト・ニコラウス・フォン・クライスト兄弟の従者となって、ストラスブールに同行した。そこでレンツは、 アクチュアリーのヨハンダニエル・サルツマンと知り合った。サルツマンが開いていた、葬式でフィリソフィーエデベリエスレトラ、哲学及び美しい文学協会には、当時その地にいたヨハン・ウォルフガング・フォン・ゲーテやヨハン・ハイン・ヒ・ユンクが入り浸っていて、レンツは地球を得た。レンツはゲーテを崇拝し、ゲーテを通して、ヨハン・オット・フリート・ヘルダーや、ヨハン・カスパー・ラバーターとも知り合った。 翌1772年、レンツは主人らとランダウィン・デアプ・ファリツ、フォール・イコール・ルイ、ビサンブールの駐留地に同行した。レンツは、ゲーテの昔の愛人フリデリーケ・ブリオンに恋をしたが、その思いは報われなかった。1773年、レンツは、ストラスブールに戻って、勉強を再開した。翌年、フォン・クライスと兄弟の元を離れ、フリーランスの著作家。 個人教師として、生計を立て出した。ゲーテとの関係はより親密なものになった。一緒に、エメンディンゲンを訪問した際には、ゲーテから、妹のコルネーリアとその夫、ヨハン・ゲオルグ・シュロッサーを紹介された。1776年4月、レンツはゲーテを追って、バイマル宮廷に行った。最初は歓迎されたものの、12月の初め、ゲーテの教査で追い出された。 詳細は知られていない。以後、レンツとの交際を絶ったゲーテも日記の中で、レンゼンスイーズリー、レンツの愚行と曖昧に言及しているだけである。レンツは、エメンリンゲンに戻ると、シュロッサー家に身を寄せて、そこから、アルザスやスイスに何度も旅をした。1777年5月、チューリッヒのラバターの元を訪ね、6月、コルネリア、シュロッサー、 の死の知らせを受け取った。この事件はレンツに大きな影響を及ぼした。レンツはエメンリンゲンに戻って、それからラバターのところに戻った。11月、クリストフ・カウフマンとビンター・トゥーアに滞在していた時、レンツは妄想型統合失調症の発作に見舞われた。1778年1月、カウフマンはレンツをアルザスのバルダース・バッハ、スブ事前科、社会改革者、 聖職者のヨハンフリードリヒ・オーベルリーンのところに送り、1月20日から2月8日まで滞在した。オーベルリーン夫妻の献身的な看護にかかわらず、レンツの精神状態は悪化していった。レンツは、エメンディンゲンのシュロッサー家に戻り、靴職人、さらに森林監督のもとに預けられた。1779年6月、ヘルティンゲンにいた弟のカールに引き取られて、医者の治療を受けた。 それから、父親が教区総監督をしていたリガに連れて行かれた。リガでは職業として身を立てることができなかった。カテドラルスクールの監督になろうとする試みは、ヘルダーが推薦状を断ったため実現しなかった。1780年の2月から9月には、サンクトペテルブルクにいたが、そこでも結果は同じだった。ドルパート近郊で何とか家庭教師の仕事を見つけた。 その後、サンクトペテルブルクにしばらく滞在し、1781年9月、レンツはモスクワに行き、歴史家、フリードリヒミューラーらについて勉強した。レンツは家庭教師として働きながら、ロシアのフリーメイソン、作家たちのサークルと交わり、改革主義者の陰謀を手伝った。ロシア史の本をドイツ語に翻訳することもした。しかし、レンツの精神状態は、 着実に悪化する一方で、最後には生きる術として、ロシアのパトロンたちの事前にすがるような状態だった。1792年6月4日、ユリウス歴の5月24日の早朝、レンツはモスクワの通りで遺体となって発見された。レンツの埋葬場所は知られていない。テオルク・ビューヒナーの中編小説、レンツは、レンツのオーベルリーン訪問を扱っている。 ビューヒナーは、オーベルリーンの手記からこの小説を執筆した。ボルフガングリームの室内オペラ、ヤーコプ・レンツは、このビューヒナーの本を元にしたものである。レンツを題材にした作品では他に、ベーター・シュナイダーの、レンツ、1973年、ゲルト・ホフマンの、ダイ・ルーカー・デ・ファーロ・レナン・ JMR、レンツ・ノックリが、1984年がある。また、マルク・ブールの、 でア・ロテ・ドミノ2002年はゲーテとレンツの友情とその終焉から着想された推理小説である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。